はい、どうも、リアル爆笑です。さて、今回ですね、質問が結構多いんですけど、僕のこのバキバキの腹筋を作った自宅でできる筋トレ、これをですね、10種目紹介していきたいと思います。僕もね、これはほぼ毎日やってることなので参考になればと思います。ちなみにね、今回は腹筋といっても一口にね、腹筋のこの上部、そして下部、そして外腹斜筋、脇腹というふうに3つに分けられるので、この3つのセクションで10種目合計で、ね、紹介したいと思うので、それでは始めていきましょう。まずは腹筋上部から紹介していきたいと思います。3種目。まずは腹筋の基礎からいきましょうか。クランチですね。まず腹筋の基礎としては、床にいた際に絶対に腰にしっかりと床がベタリとついた状態、これを意識してください。もし腰を反ってしまうと腰痛になってしまいます。腹筋に一切効きません。腰を床にベタリと押し付ける状態、この状態、息を吐きながら上げて吸いながら下ろしていく。イメージとしては息を吐いて腹筋、腹直筋、これを縮めるように上げて、で息を吸いながらこれを伸ばすように下ろしていくというのがポイントとなります。もし腰をつけた状態でも腰が痛いという方は腰が浮いてます、できてると思い込んでるだけなので、そういう際は腰の下に手を置いてちゃんと浮いてないかを確認しながら行うと良いです。これをですね、クランチ20回かける3セット、さらにレベルアップ編としては、下ろした際にお腹をへこめるドローインを入れて、息を吐きながら上げて吸いながらお腹をへこめて、これを行うとさらに効果的となります。そして2つ目、今度はトータッチ、足を上に伸ばして、なるべく膝伸ばした方がいいです。そして手も伸ばして、そして腹筋の力だけでつま先をタッチします。息を吐きながら上げていく。この際注意点は首を振らないように、ちゃんと腹筋の力で上がっていく。もしつま先にタッチできなくても、つま先になるべく近づけば OK です。とにかく腹筋を使って行うこと、20回かける3セット。3つ目は腹筋の追い込み種目にもいい2タッチです。まずへそを覗き込んで、その状態から太ももに手はタッチ、息を吐きながら腹筋の力が強く膝にタッチ、腹筋の力だけで上がっていく。これを20回かける3セット。結構ね、効くんです。息を吐きながら上げて、吸いながら下ろしていく。次はしつこい下腹です。まずはですね、手を後ろについて、へそを覗き込んで上体を丸める。これが非常に重要。下腹に効かせるには、上体を丸めることが非常に大事ですね。腰を反って行うと腰痛になってしまうので、丸めてへそを見て、その状態からつま先が円を描くようにレッグレース、息を吐きながら上げて吸いながら下ろしていく。この下腹部の力で行う、これが非常に重要となります。絶対に腰を反らないように、これを15回、もしくは20回かける3セット。はい、下腹2つ目がミートゥーチェスト。これはね、しっかり上体を丸めて、へそを覗き込んで、膝が胸に近づくように、この下腹の力で引き込んでいきます。息を吐きながら引き込んで、吸いながら戻して、なるべく膝をね、伸ばすようなイメージ。1、2、3、下腹を軸にし5、これを15回、もしくは20回かける3セット。結構効きます。下腹のラストは下腹の追い込み種目、フリッターキック。これめちゃめちゃ効かせやすいんです。先ほどと同じように上体を丸めて、後ろに手をついて、へそを覗き込んで、この状態から足をなるべく伸ばしてバタ足、息を吐きながら下腹を中心にバタ足していく。そうすると勝手に、ね、下腹が使われていきます。これはもう回数というか、限界までかける3セットぐらいの気持ちで行ってもらうと効果的です。次は脇腹3種目。まずはロシアンツイスト、足を組んで体を少し倒して腹筋で耐えて、手は正面、ここから左右大きくひねっていきます。できれば足もね、反対側にひねるような感じで、そうすることで脇腹を使うことができます。呼吸は自然に、
これを20回もしくは30回かける3。次は床にいて腰をベタリと床につけて、で地面をしっかり手で押さえ、で足を上げ、レッグレイズツイスト。足をまず左側にしましょうか。どっちでもいいんですよ。左側に外腹斜筋から倒していく。で床に足が崩れて、で今度は反対に切り返していく。呼吸は自然に行っていく。この脇腹から動作するのが非常に重要。これを20回かける3。ラストは脇腹の追い込み、バイシクルクランチ。これは上体を丸めて膝を90度に曲げて、対角線上の膝と肘を近づけていく。で片足は伸ばしていく。上体をひねりながら行っていきます。呼吸はこれも自然に行う。なるべく大きく。これは30回、もしくは限界までかける3セットを行うとかなり効果が高いと思います。ラストは、これをマスターすれば腹筋をかなり時短できる。超上級編、それが V シットアップです。まずね、手足を伸ばして床に寝て、この状態から腹筋の力で手と足を同時に上げていく。上げた際にできれば腹筋で、上の方、手の方も上げて、つま先を手でタッチしたい。かなりきついんですけど、腹筋の上と下を同時に鍛えることができます。これを15回から20回かける3セット、これだけでもかなり効果が出ます。ぜひ身につけたいですね。うわ、きたきた。はい、ということでですね、今回は10種目腹筋を紹介していったんですけど、この中から好きなものを、3種目くらい選んで、できればそうですね、週に3から5日ほど行うといいんじゃないかなと思います。腹筋に関してはこれ本当継続が大事だと思っているので、ほぼ毎日やる方が効果が高いです。あとは食事のコントロールも合わせて行うともっと効果が出るので、ぜひ試してみてください。ということで本日はここまで。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。以上です。